はい、今村シアです。よろしくお願いいたします。ですね、新型コロナウイルスの影響が完全には収まってないんですけども、ちょっとずつですね、少しずつ皆さんのね、こう感染拡大防止の対策が功を奏して、ちょっとずつ収まってきてるんじゃないかなっていう感じがします。で、今日はですね、8月の25日なんですけども、9月になってですね、少し涼しくなってきたので、皆さんもね、自粛っていうね、なかなかワンちゃんと遊びに行けないっていう期間も長かったと思いますので、ぜひですね、コロナが落ち着いてきて、で涼しくなったら、ぜひワンちゃんと一緒に行って欲しい、場所をですね、今日は紹介しようと思います。こちら、これで宿り木って読むんです。この夜っていう感じしてまして、これで宿り木って読むんですね。宿り木七つ星ドッグランっていう、ドッグランがあるんですけども、場所はですね、神奈川県の松田町にあります。で、ここのドッグランは私も何年か前にここでのこうイベントだったりでですね、ゲーム大会とかしつけ教室のイベントに出させていただいたりとか、あとはここのドッグランを管理されている方でですね、今井さんという方なんですけども、で今井さんがうちの会社の役員に入っていただいてですね、うちとのちょっとつながりもあったりっていう関係もありまして、ちょっと今回はこの宿り木七つ星ドッグランの紹介をしようと思います。で、これから動画紹介するんですけども、この動画の最後にですね、皆さんにちょっとお得な情報がありますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。じゃあドッグランの紹介です。どうぞ。まず10月半ばまでやってるプールですね。それから小川エリアですね、自然で囲まれてまして、周りよりも気温が少し低めとなっております。屋根付きのエリアもありますので、雨の日でも快適に過ごすことができると思います。他にも楽しいエリアたくさんあります。お待ちしております。はい、いかがでしたでしょうかね。本当に自然豊かなドッグランで、本当に気温もちょっと涼しいんですよ。標高が高いので涼しいんですよ。なのでぜひですね、皆さん行っていただければと思います。川もあるし、プールもあるし、水遊び好きなワンちゃんは絶対楽しいと思いますね。レイはね、全く水が好きじゃないんで全く楽しくないんですけども、水遊び好きなワンちゃんはぜひやってみてください。で、ドッグカフェはですね、地元の食材を使った料理が出てきますので、そちらもちょっと楽しんでいただければと思います。で、来年オープン予定らしいんですけども、今回の私ちょっと体験させてもらったんですけども、このドッグランのちょっと車で行ったところにブルーベリー農園があるんですね。なので、ブルーベリー狩りを飼い主さんは楽しんで、でその間ワンちゃんも一緒に連れて行けるんですけども、囲いされているので、ワンちゃんはその間ブルーベリー農園のその囲いの中でドッグランとして遊べるというね、すごいドッグランですよね。ブルーベリー農園ドッグランっていうね、今までにない形だと思うんですけども、そちらも来年オープン予定らしいですので、ぜひ楽しみにしていってください。で、最後に、お得なキャンペーンですね。受付、このドッグランの受付でハッピーテールズチャンネルを見たと言っていただければ、なんとこちらのドッグカフェでワンちゃん用かき氷を1杯無料でプレゼントしていただけることになりました。なのでぜひですね、こちらドッグランに行く際は受付でハッピーテールズチャンネル見たとね、ぜひ受付の方にもう大声で叫んでアピールしてみてくださいね。ワンちゃんのかき氷もらえますので、ぜひこちら宿り木七つ星ドッグラン行ってみてください。火曜日が定休日みたいなので、それだけ注意してください。では皆さん、いってらっしゃい。